本日ですけれどももつ鍋を作ります。今流行りの電気グリル鍋で作ります。具材はこちらです。もつ鍋スープですね。醤油味にしてみました。牛もつになります。臭み消しに生姜とこんにゃく、ちょっと高級なごぼう、残り物の大根、ニラ、木綿豆腐、人参にキャベツです。下処理をしてみました。野菜いっぱいで栄養満点ですね。それでは作っていきたいと思います。まずはもつ鍋スープを入れます。野菜投入です。グツグツしてきましたね。この後味噌を入れたら味が美味しくなりました。あと豚もつも追加して入れてみました。 2,3 時間放置していたら肉も野菜も柔らかくなりました。とても美味しいです。それではバイバイ。